しちゃーん。こんにちは。現在撮影中なんですけれども寒いんですね。皆さんのとこは冷え込んでますか？あー寒い。これロケジャンを着て、撮影の合間はこうやって寒さをしのいでます。いや今日はね、東京をちょっと離れたところで、九十九里っていうところで撮影をしてます。ハウススタジオなんだけど、すごくこう可愛くって、なんだろう、なんか雰囲気のあるハウススタジオなんですよね。ね、今ちょっとその庭に出てきて撮ってます。今日は青空、雲が一つもありません。もうね、何だろう、見てくださいこれ、じゃん、何これ、柚子かな、匂いはしない何これ、自然ですね。これこういうのって柚子とかってお風呂に入れたりしません？しないかな。私おばあちゃん家の実家に、おばあちゃん家に柚子、庭に柚子の木があって、それでお風呂に入れたりして、昔よく入ってましたよ。へえ、こんな自然な木があるんだ、いいな。うわ寒いけど、皆さん風邪ひかないでくださいね。何喋ろう、ちょっと座ります。いや鳥肌が出て、こんなまったりな空き時間ですね。じゃあ引き続き頑張ってきますので、ごめんなさい、なんか喋る内容がなくて。皆さん動画でどんなものが見たいですか？私に何かしてほしいものとか、動画で見せてほしいものとかありますか？ぜひぜひそれをコメントに書いてください。お待ちしてます。それでは撮影頑張ってきますね。じゃあねー、バイバイー。